中国軍、極超速兵器を発射。イギリスのフィナンシャルタイムズによりますと、中国軍が8月に極超速兵器の発射実験を行ったことが明らかになりました。この兵器は地球を一周した後に、標的から30キロから40キロ離れた場所に着弾しておるでございますが、この極超速兵器については、 開発が難しいとされておりますけども、アメリカやロシア、また、最近になって北朝鮮も開発を進めていることが明らかになっております。このような極超音速兵器は既存のミサイル防衛システムによって探知をしたり迎撃することが困難だとされており、日米は宇宙空間に大量の人工衛星を打ち上げて、まずはこういった極超音速兵器を監視する体制を 整えようとしておりますけれども、日本政府には可能であれば、この極超速兵器について、日本としても保有していただき、まあ、残念ながら、日本周辺の複数の国が極超速兵器の開発を進めているという実態が確認されてしまっておりますので、このような兵器を日本としても保有して、抑止力の強化に、 努めていただくようお願いいたします以上になりますご静聴いただきありがとうございました